押さえてこうやって弾いてみてください、うん、でフレットを変えていきます。7フレット、遊び愛のロマンスが完成です。途中まで弾いてみます。人差し指1本で押さえていきます。最近は使ってます。こういう楽譜ってタブ譜です、横に線が4本あります。これはウクレレの絵をそのまましたものです。1弦、ここで一番上の弦が1弦、2弦、3弦となってます。で、ここに数字が書いてますが、これはフレットの数です。1弦のところに0って書いてますから、何も押さえない音を0と弾きます。次、2弦のところに3と書いてますが、3フレットを押さえて音を出していきます。そうするとこういう音が出てきます。にぴったりなもみじと言います。はい、これを少しアレンジしていくとこういう演奏ができると思います。